おはようございます。速稼塾の久保です。11月13日の水曜日の放送になりますね。昨日おととい、そして今日とですね、私の方にね、お祝いのメッセージ本当ありがとうございました。生まれた大和くんむちゃくちゃ元気でね、今日も朝から波動砲を打っているそうでございます。ということで、お礼に返させていただきます。メールとかね、メッセージ、それから動画をね送ってくださった方も結構いらっしゃって、YouTube をしているっていうのは本当にいいなと思います。皆さんもね、 YouTube でいろんな方とつながっていくと喜びとか感動とかね、時には人の悩みに寄り添ったりとかね、癒したりってことがあると思います。もちろん発信する以上、自分の受け取りたくないね、そんなヤジも飛んでくることがあります。まあそれも込みで人間関係だと思うんですよ。よくね、ネットで顔を出すとやっぱ嫌なこと言われて気がめいっちゃうよっていう人がいますけども、それは別にネットじゃなくても普段生きてても嫌なことって言われると思うんですよ。だからネットに限ってそうなるわけではなくて、結局自分がどんな振る舞いをするか、自分がどんなことを言うかに対して反応が来るだけなんですよね。まあですので、その反応が自分に気に入らないってことは、自分の元の発信がね、それが原因になってるっていう考え方、これが因果応報論かなと思いますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それではね、例のやつの話をさせていただこうかと思います。例のやつはね、9月の返礼請求分が10月の25日から11月の12日にわたって支払われるよというふうな連絡が公式で ございました。で、公式連絡があったよって言っても、私のところに届いてませんよって、どういう公式連絡の方法なんですかってありますけども、ネットワークビジネスって必ずしも自分の家でね、こうじーっと待っとけば一人でに来る情報ばかりではないんですよ。まあこれはどんなことでもそうですけども、自分で取りに行かないといけない情報もあります。じゃあどこに取りに行くんですかって言ったらね、ラリーとかね、コンベンションとか事業説明会とかってあるわけですよね。これ毎日事業説明会なんてあるわけなんですよ。で、そこに情報がありますよって言われてるのに取りに行かないとかね、例えばいろんな理由があると思いますよ。仕事で忙しいんだとかね、ちょっと今健康上の問題があって行けないんだとかね、それからその現場まで旅費がないんだってあります。うん。で、私の地区でも事業説明会なんてありません。ラリーとかコンベンションとかありません。じゃあないんだったら情報が入んなくてもどうなんだ、どうするんだってことになりますよね。結局自分が収集できる情報の量によって自分の利益とかが決まってくるって考えてもいいぐらい、今は情報化社会です。知らないってことはそのまんま不利になるってことなんですよ。じゃあどうするってことで、私の動画をご覧になっている方もいると思うんですよ。で、私のね、速稼塾の中のレーナーズサイトってのは漏れなくそういう情報を出してますんで、まあ最も当てになるんではないかなと思いますけども、もちろん私のね、耳にも届かないことがあるかもしれません。 1% ぐらい。まあそれに関しましてはね、直接会社に問い合わせるしかないかなというところでございます。で、会社に問い合わせる時でも、以前は私がね、皆さんの声を集めて代行してやってました。でも今は皆さんね、個人個人一人で、お問い合わせできますんで、やっぱ直接ね、交渉するのが、よろしいかと思います。私が間に挟まると、やっぱり誤解して伝わったりも当然ありますんでね、やっぱ表現力と受け取る力ってのが、微妙な温度差を生むってこともございますんで、ぜひね、もうこれからはご自身でされた方がいいと思います。まあ、その中でね、二つの、最もらしい、最もらしいって言ったら、ごめんなさいね。最もな、お考えもあります。一つはですね、何回も電話かけてるんだけど、繋がらないんですと。久保さん代わりにかけてくださいって。ちょっと待ってください。あなたが繋がらないんだったら私も繋がりませんよって話じゃないですか。だからね、電話が繋がる繋がらないっていうのは、繋がる時にかければいいんですよ。それがいつかは分からないっていうことなんですけども、私だと分かりませんからね。まあそうなってくると、電話以外の方法っていうのもあるわけですよ。ですからそれを活用していただければいいかなと思いますし、電話以外の連絡方法なんてのはもう公開されてるわけですから、で、私の速稼塾のね、ポータルサイトにも貼ってますんで、そこを見て連絡していただければいいかなと思います。そしてね、事業説明会に行くことの意義っていうのは、事業説明会で他の参加者さんと繋がることができるじゃないですか。そして事業説明会に行くとスピーカーの方もいますよね。その方と名刺交換して連絡先交換すれば、私なんていなくてもね、もう情報収集できるわけですよ。で、二つ目なんですけども、アップラインの問題があります。これはね、私ちょっとね、懸念を今日発見しました。それはですね、アップラインが当てにならないってことなんですよ。例えば会社の情報っていうのは基本的に、アップラインの方に連絡するんですよね。ネットワークビジネスっていうのは。で、アップラインの方が自分のダウンラインの方に、その情報をね、伝えていくと。その伝言ゲームが末端まで伝わって全組織に連絡が行きましたねっていう情報の伝わり方も当然あるんですよ。で、私は自分のところに届いた情報すべてね、動画にしてその即日お送りしてるんですけども、まあそこまで動画にしろとは言わないんだけども、アップラインによってはね、自分だけ知っていてダウンラインに教えないと、わざわざめんどくさいから教えないってこともあるんですよ。
ネットワークビジネスって、アムウェイとかではね、多分こういう風にするんだろうなと思う例がありますけども、勉強会と称して、どっかの家とかカフェに集まって、参加した会員さんに新しい発表ですよっていう風に、アップラインの方がダウンラインの方に、口コミで伝えてる部分あると思うんですよね。うん、多分そういうことしてると思うんですよ。だからこれなんですよ。これを私は動画でやってるだけで、基本的には、おーい、集まってくださいってファミレスに集まって、2時間ぐらいお話をするってことになると思うんですよね。でもね、アップラインによっては、情報も受け取っていない。情報を受け取っても、そういうふうに人に知らせる労力を惜しむみたいな人もいるんですよ。そういう方に関わっちゃったらちょっと悲惨ですよね。まあですんで、ネットワークビジネスの攻略法として、私、速稼塾のカリキュラムの中で一つ申し上げます。ネットワークビジネスは人脈を作った人勝負ですね。人脈を、ネットワークビジネスに関わっていながら人脈を作らなかった人、自分は情報ないですか、情報ないですかって言ってる限りは人脈は作らせてもらえないんで、ぜひね、自分でも発信できるような人間になっていくってことが必要だと思います。自分の知ってること、自分の感じたこと、自分の思ってることを伝えていくってことですよね。そういう意味では事業説明会って誰でも参加できるんですよ。例えば昨日大阪で事業説明会やりました。大阪の事業説明会、当然私行けませんよね。いけませんけども、事業説明会に行った方が私にどうだったかを知らせてくれるんですよ。そうすることによって、事業説明会に行かなくても行った人の声を聞いて集めて、いろいろ考えて、それをダウンラインの方にお伝えするってことができると思うんですよね。そういう工夫をしていくことがネットワークビジネスで勝利する方法だと思います。まあもちろんこれネットワークビジネスに限らないかもしれませんよね。やっぱ私ね、トランザムって車乗ってるんですけども、その車っていうのは、もう完全に、もう本当に人脈と言いますかね、先にトランザムに乗ってらっしゃる方とか、トランザムのメンテナンスをね、してる方とどう繋がるかで、乗れるか乗れないかが変わってきます。だって近くのガソリンスタンド行っても、やっぱできることって少ないんですよ。ああいうね、1983年のキャブレターの車ですからね、部品なんてその辺の町工場行ってもないんですよ。ってことは、トランザムに乗ってる方と本当にね、仲良くさせてもらわないと、自分の好きな車すら乗れないってことになります。こういうのって、私、三味線もやってますけども、三味線の世界でもそうなんですよ。どう人間関係をね、構築していくか。自分がどんな人間として、まあ、その中で受け入れてもらえるかが全てです。ビジネスもそうですし、趣味事もそうですし、車もそうですしね。その他、ありとあらゆることが、人を大事にするから、人に大事にされるから成り立っているってことになります。そうなるとですね、いきなり喧嘩腰でね、おい、どうなってるんだって言ったら、もうこれは関係持ってもらえませんので、ちょっと用心した方がいいかなと思います。やっぱり自分でできることをやっていくってことですよね。まとめます。100人の一歩ですね。あ、逆だ。一人の100歩を期待するんではなくて、私が全部やることを期待するんじゃなくて、100人の一歩って言って、自分でもこれだけできますよ。自分でもこれだけできますよ。自分はこれができますよっていうのを集めて、大きな力にするのがネットワークビジネスの真髄ではないかなと思います。もちろん、今日すぐにそうしてくださいってことではないです。少しずつそういう風にしていただければいいんではないかなと思います。そしてね、ダウンラインを抱えてらっしゃる方、知った情報は積極的にダウンラインの方に流してあげてください。じゃないとね、会社への不信もそうですし、アップラインのあなたにも不信が出てくると思います。で、力の及ばないところはね、申し訳ありませんと、これが連絡先ですっていうふうに伝えてあげればいいと思うんですよ。それからね、やっぱり事業説明会行くことはね、進めてください。いろんな事情で行けないと思いますけども、行けないからどうするって考えるのは、私たち一人一人の会員の力ですからね。会員の責任ですからね。行けないからどうする、できないからどうする、そういうことだと思いますけどもね、皆さんどう感じでしょうか。それでは本日は以上です。はい、すいません。ライブ放送で言い忘れたんですけども、昨日が入金遅れの最終入金予定日だったと思います。昨日までの時間でですね、入金がない方は会社に問い合わせていただきたいんですけども、まあその他にですね、私の方に連絡をいただいて、このアカウントでちょっと入金がないんですけどってことをお知らせいただければ、全体像をね、掴むことができます。私は1000人以上のアカウントが見れますんで、その中で何人の方に不具合が起きているのかってことが分かれば、まあ全体像がね、想像できるところがありますんで、そちらの方をね、皆さんにお知らせすることができます。まあこれぞね、1人の100歩よりも100人の一歩だと思いますんで、情報を伝えていただければ幸いでございます。それから事業説明会に行って、どういうふうに質問して、どういうふうな答えが返ってきたか、こういうのもね、お知らせいただければ、皆さんのためになると思うんですよね。まあ私はこういうふうに日々発信してますので、皆さんのお役に立てる部分があると思いますけども、情報がね、皆さんからの情報が入ってこないことには発信もできません。私は事業説明会にも行ってませんし、ラリーもコンベンションも行っておりませんので、それから海外研修ももう多分行くことはないと思うんですよ。まあそう考えると、私の行動も今までよりは、こう、減退していくっていうかね、まあ先月は私、大会しますっていうことも申し上げたんですけども、一応大会はしないんですけども、皆さんからね、ご要望があったんで、まあでも永遠に、J コスメのね、
こういうようなパワー会員で、パワー会員っていうのかな、パワー会員でいるかどうかっていうことも分かりませんので、ぜひね、私のように活動する人がどんどん生まれてきていただければいいかと思います。そうすることによって自分の身も守れますし、多くの人の役にも立てる、多くの人を守っていくこともできると思います。私も一会員から始めましたんで、皆さんにもできると思います。皆さんと同じ立場から私も誰の力も借りずにやっておりました。YouTube 一本でやってましたんで、ね、できると思うんですよね。ちょっと頑張っていきましょう。まあ、それでお願いはあれ、今回ですね、皆さんの状況をお知らせくださいということでございます。では、よろしくお願いします。